とうとう第2シーズン目に向けたキックオフの日となります。クラブとして盛り上げていきたいと思いますし、そのためにやっぱり皆さんには勝ちにこだわってほしいし、そのためにもちょっとこういったまた新しい体制を整えましたので、それに向けてまた皆さんも力を貢献してほしいというふうに思ってます。まあ現実はね、やはり10位というところ、10位、まあほぼ全日に近い、ね、10位というのが現在の先シーズンの立ち位置なんですね。それをやっぱり超えていくというか、目標をね、達成するためには、ものすごく厳しい戦いがね、しなきゃいけない。やっぱりチームとしてどれだけ、選手みんなが成功するか、去年のままではダメなんで、成長ということ、それが今シーズンの一つキーファクターになるのかなと。まあ、よりたくさんの方に見ていただきたいですし、まあ、自分たちが結果を残すことによって、まあ、やっぱり興味を持ってくださる方もたくさんいると思うので、まあ、まずはチームとして結果を残せるように頑張っていきたいと思います。昨シーズンの成績的にもやっぱり悔しいシーズンになったので、まずはやっぱり順位を上げていくっていうところと、まあ、本当に頑張る選手がたくさんいると思うので、まあ、そういうのをチームワークで出していって、しっかり結果につなげていければなと思います。野島ステラ神奈川相模原というその価値観をクラブ選手全員で、高めていかないといけないなというふうに思ってます。会場にお越しの皆様、こんにちは。ただいまより2022-23 シーズン野島ステラ神奈川相模原新体制発表会を開催いたします。本日司会進行を務めますフリーアナウンサーの長澤彩子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず会場にお越しの皆様へ、新型コロナウイルス感染予防対策としてのマスクの着用をお願いしております。ついですね、皆さん声出したいなと思う場面もあるかもしれないんですけれども、そんな時は皆様の温かい拍手で反応していただければ幸いでございます。ご協力よろしくお願いいたします。また席エチケットのマナーを守るなど、会場にいる皆様全員がですね、気持ちのいい時間を過ごせるよう皆様のご協力よろしくお願いいたします。続いてですね、撮影に関してご案内いたします。一般のお客様の新体制発表会中の動画と音声の撮影は禁止とさせていただきます。ただですね、写真につきましてはご自由に撮影してください。 SNS への投稿も問題ございません。そして本日のイベントなんですが、4部構成となっております。まず第1部では代表の馬場正臣よりご挨拶、また GM 兼監督の菅野正明が登壇し、新体制についての発表をいたします。なお代表の馬場ですが、本日は諸事情によりオンラインの参加となります。あらかじめご了承ください。そして第2部が新ユニフォームのデザイン発表、第3部は今季キャプテンを務める選手が登壇し、意気込みを発表いたします。そして最後ですが、新加入選手のご紹介となります。どうぞ最後まで皆様お楽しみください。それでは第1部を開催いたします。はじめに野島ステラ神奈川相模原代表馬場正臣よりご挨拶および今期のクラブ方針を発表いたします。皆様はスクリーンにご注目ください。それでは馬場代表、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。野島ステラ神奈川相模原の馬場でございます。本日はですね、お忙しい中この発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。逆にですね、今回私の方がですね、都合によりちょっとその場に同席できずですね、大変申し訳なく思っております。この場を借りてお詫び申し上げます。それでは早速発表に移りたいと思います。
野島ステラの昨シーズンはですね、創立10シーズン目という節目でですね、日本初の女子プロサッカーリーグ、WE リーグへの参入を果たしました。ですがその初年度はですね、とても悔しい結果に終わっています。それはやっぱりクラブの明確な方針がですね、チーム内でちゃんと共有できていなかったことが理由の一つに挙げられます。そこでこの度ですね、そちらにいる野島ステラの礎を築いたですね、菅野監督を改めてチームに招聘することによって、体制の立て直しを図るとともにクラブポリシーも再定義することといたしました。もともとこのステラというチーム名は、イタリア語で輝く星という意味に由来しています。そして今回その原点に立ち返ると同時にですね、クラブコンセプトを改めてリニューアルさせていただくことにいたしました。それがこの日本一輝くです。これはですね、野島ステラの選手が、スタジアムが、ファンが、神奈川が日本一輝くということを意味しています。ちょっと改めてこの具体的なステートメント、メッセージをここで読み上げさせていただきたく思います。野島ステラ神奈川相模原はサッカーを通して女子アスリートのプレーや人間的魅力を輝かせます。そしてその姿は神奈川が性別に関係なく女性も活躍できる社会であることの代表となり、ファンやスポンサーの皆様と互いに応援し、応援されるチームでありたいと思っています。神奈川のメインイベントとなるようなエンターテインメントにあふれた光り輝くホームゲームを開催しまして、多くの地元ファンに魅力あふれる選手と触れ合ってもらい、スタジアムを家でも職場でもない居心地の良いサードプレイスにしていきたいと思っております。神奈川を多くの人々の笑顔で輝き、日本一の誇りを感じ、愛する地元にしていくことが野島ステラ相模原の望む未来でございます。そしてそのメッセージをですね、より具体的に落とし込むためにクラブとしてはご覧のような3つのテーマを改めて設定させていただきました。まずはサッカーを通して性別や年代に関係なく一人一人が輝ける社会を、社会の実現を多様性ある神奈川から発信するというクラブの普遍的なミッション。そして2つ目は神奈川県民であることの誇りを感じさせる光り輝くチームプレーとエンターテインメントを提供するという中長期を見据えたビジョン。そしてファンが誇りに思える決して諦めないプレーと規律ある態度で、誰もがストレスなく楽しめるサードプレイスとしてのホームゲーム開催。そして子どもから高齢者まで皆が神奈川を誇りに思える地域貢献という具体的な価値提供や行動規範です。これらの落とし込みこそが我々フロントサイドの使命だと考え、クラブを再建していきたいと考えています。そしてここで改めて新シーズンのスローガンも発表させていただきたいと思います。それがこのやはり原点回帰。これは単に原点に立ち戻るだけでなく、自らが輝き、そして地域、サポーター、スポンサーを含めて周囲を輝かせるためにもですね、挑戦と成長を続けていくという意味がございます。で、野島ステラはやはり走り輝く、笑顔輝く、共に輝くというこの精神で今シーズンは戦っていきたいと思ってます。菅野監督はある意味復活の象徴としてですね、指揮を取る形になると思うんですが、本当にですね、多少の下克上は今回見せられるんじゃないかと僕は密かに思っております。ぜひ今シーズンの野島ステラに期待してほしいと思います。簡単ではございますが、以上で発表を終わります。ありがとうございました。それでは続きまして、野島ステラ神奈川相模原 GM 兼監督の菅野正明よりご挨拶及び今期のチーム方針編成等を申し上げます。菅野監督、ご登壇お願いします。それではご着席いただき、お話をよろしくお願いします。入ってます。
はい、本日はサポーターの皆さん、メディアの皆様、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。2018年以来の復帰になります。GM 兼監督として、指揮を取らせてもらいます、菅野正明でございます。よろしくお願いいたします。まず昨年、WE リーグ初年度、昨シーズンなんですけれども、やはり、非常に厳しいシーズンを野島ステラ、戦ってまいりました。そのような状況で、お声をかけていただき、ましたのは、先ほど原点回帰という言葉もありましたけれども、改めてこのクラブの立て直し、チームの立て直しを託されたというふうに認識しております。そういう中で、クラブの、まず3つの価値を高めていきたいなと思います。一つはクラブの価値です。クラブの価値として、企画力や、営業力、あるいは運営力というものがあると思うんですけれども、やはり、プロとプロ選手をどのように、取り込むかということの部分がクラブに少し遠慮があったのではないのかなというふうに思っています。もちろんプロサッカー選手ですから、ピッチでその価値を高めるというのは、また後ほど言いますけれども、大事なんですけれども、やはりクラブに対してのさまざまな役割というものがそこにはあると思っておりますので、そういう意味では選手たちにさまざまな企画や、あるいは営業的な部分も含めて関わってもらいたいというふうに思っています。差し当たり、サポーターズ会員の皆様には、選手直筆のメッセージをお届けしたいなというふうに思っています。このご時世、さまざまなコロナの影響で、選手と皆様の距離感というのは難しいと思うんですけれども、その中でもやれることをしっかりと、やるべきことをやっていきたいなというふうに思っています。そして、やはりエンターテインメントとして、馬場の方からもありましたけれども、祇園スタジアムを本当に、多くの人たちが集まる場になるように、さまざまな企画をこれもまた、していきたいなというふうに思っております。またスポンサーの企業、スポンサー企業のさまざまな業種があると思うんで、その中で選手たちがいかに関われるかということも、これはいろいろと企画や試行錯誤しながらやっていきたい。それはやはり選手たちにとって、一プロ選手とともに一社会人として、さまざまなスキルを身につけてもらいたいと、そういう意味ではスポンサー企業の皆様にお願いだけをするんではなくて、我々が何かを提供できることっていうのはあるんではないのかなということも、非常に僕は大事なことだと思ってます。選手っていうのは、いつかは引退しなければいけない。じゃあネクストキャリアとしてどのように生きていくのかということも含めて、社会人としてのスキルアップをクラブがさまざまに提供していくことも、女子プロサッカーにとって必要なことではないかというふうに思っております。そしてもう一つ、クラブとしては育成力という、育成型クラブとしてアカデミーを、ただ単に活動を促すだけではなくて、クラブとしてバックアップしていきたいと、ちょうど今デューエアンダー18が全国のクラブユースで、また明日準決勝での戦いがありますけれども、非常によくアカデミー、アベニーレともに頑張ってくれてます。
ですからクラブとしてもっともっと彼らの環境や成長を促すような施策をやっていきたいと、そしてそこからの選手たちがトップチームで活躍する絵を大きく描いていきたいなというふうに思っております。チームとしての方針、もう一つリーグの価値というところ、ごめんなさい、選手の価値忘れちゃった。選手の価値としてやはり私はピッチで、まさに輝く躍動感のある選手たちのプレーを見てもらいたい、発揮してもらいたい、やってる選手たちはもちろん、見てる人たちもワクワクするような、そういうサッカーを選手たちがピッチの上で輝けるようにしていく、それが彼女たちの価値によりつながっていくと、先ほどのクラブ価値を高める活動とともに当然本業であるピッチ上での彼女たちの価値を高められるようにそういうチームを作っていきたいというふうに思います。そして3つ目の価値としてリーグの価値だと思います。まあ、本当にプロとして勝利というものは間違いなく第一義の優先順位といいますか、目指すところだとは重々承知してますけれども、ただ単に勝利至上主義で戦う姿、もちろんいいところはあるんですけれども、それによって非常に質の低いサッカーになってしまっては本末転倒だと思ってます。そういう意味では、サッカーの質を高めることがやっぱりリーグの質を高めることにひいては日本の女子サッカーの発展につながっていくというふうに思ってますので、そういうところを、合わせて野島ステラから発信していきたいなというふうに思っております。私話すと長くなると思うんで、次行かせてもらいます。チームとして、まず目指すものとして大きく2つ考えております。まず1つはシームレスなサッカーをすると、継ぎ目のない、サッカー、私あるなでしこのゲームを見てて、後半だったと思うんですけど、48分のゲームで実質自分が時計で測ったら28分しか、ボールが動いてないといういわゆるアクチュアルプレイングタイムというところが非常に低いなと、いわゆるぶつ切れのサッカーを48分のうち実際のボールが動いているサッカーをしている時間がわずか30分に満たないというところ、これでは女子サッカーのやっぱり価値観というのはまず上がらないなということを含めて、今シーズンの一つの戦い方としては、継ぎ目のないサッカーを、あらゆる局面で、出していきたい、それが見てる人たちにも分かるぐらいの、シームレスなサッカーをしていきたいと思っております。で、2番目はリスペクトを表現するチームになりたいと、今 J リーグだとかあるいは代表の試合見てももちろんあれだけ過酷な戦いの中でも、倒れた選手に対して手を差し伸べたり、さまざまな気遣いを取るようなリスペクトするような、行動が見受けられるんですけども、残念ながら女子サッカーの世界では逆に見受けられないと、そういうところを表現するチームに、していくというところで、この2つを持って、我々クラブの価値観とともにリーグの女子サッカーのリーグの価値観を高めていきたいというふうに思っております。じゃあ実際チームの目指すサッカーというところでは3つあります。1つはボールを失った後に、素早くディフェンス、素早くボールを奪い返すというところ、素早い回収を目指していく、これも先ほど言いましたように、見ている人たちがはっきりと分かるような、全員がそういう意識しているゲーゲンプレスではないですけれども、そのボールに対して
飽くなき奪い返す行動を取っていくというところが一つで、もう一つはもうパス&ムーブです。パス&ムーブ、パス&ムーブ、自分たちが意図した、人とボールの動きを、意図してやっていく、そしてそれを美しいサッカーに、昇華させていきたいと、いうふうに思ってます。それをしながら主体、主導権をしっかり握りながら、ゴールを目指していくというところだと思います。3つ目はまさに試合の終了、ホイッスルが鳴るまで、戦い抜くサッカー、それももちろん負けてたりすれば最後までゴールを奪いに行くというところは当然だとは思いますけれども、仮に勝ってたとしても自分たちでボールを保持しながらも隙をあらばゴールを目指していくと、 1-0 で勝ってても時間を稼ぐんではなくて、あくまでアクシュアルプレイングをしていくというところ、ゴールを最後まで勝ってても、仮に勝っててもゴールを目指していくんだというサッカーをぜひ見に来ていただいた方たちに見せていきたいなというふうに思ってます。はい、先ほどの馬場のプレゼンにもあったように、輝きをやっぱり、見せるためには本当に、我々挑戦をしなければいけませんし、成長をしなければ絵に描いた餅ではないですけれども、それをピッチで、表すということをしていかなければいけないと思っております。多くのステークホルダーの皆さんと共に、今シーズン、挑戦をして、今シーズンの成長を共にね、していきたいと、思っておりますので、どうぞ今シーズン、野島ステラ神奈川相模原をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、菅野監督より今季キャプテン、副キャプテンを務める選手を発表していただきます。よろしくお願いします。はい、キャプテンは昨シーズンもう引き続きの、6番松原有沙にお願いします。とともに、もう一人、杉田亜美、10番の杉田亜美にとともに、2人のキャプテンというところで、やっていきたい。そして副キャプテンとして大賀梨紗子、5番の大賀梨紗子と20番の松本真中という、この4人の体制でやっていきたいと思います。キャプテンの松原は本当に私の最後のシーズンになりました。前回の2018年に入団してくれて、その後もはなかなか苦しいチーム状況の中でもキャプテンとしてチームをまとめてきてくれたと思います。変わらずやってもらいたいなと。ただやっぱり昨シーズン怪我があったりもして、なかなか自分のベストコンディションを出せなかったシーズンだったと思います。そういう意味では本当にいろんなことを経験してきたベテランの杉田亜美とともにキャプテンとしてチームを引っ張っていってもらいたいと。そして大賀梨紗子、松本真中にはその2人を支えるとともに、この4人で本当にこのチームが団結して戦うというところのまとめを、それぞれ年齢的にもポジション的にもバランスよく取れてるなと思っておりますので、この4人で今シーズンやっていきたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは続きまして、菅野監督へのメディア質疑応答に移ります。ご質問のあるメディアの方は挙手の上、お名前、ご媒体名をおっしゃっていただき、ご質問よろしくお願いします。それではご質問受けたまわります。いかがでしょうか。挙手でよろしくお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。
地元の相模原市でタウンニュースという地域情報誌を発行しています梅原と申します。よろしくお願いいたします。まずその前回と今回とではチーム状態も違うかと思うんですが、その辺でこう何かこう取り組み方が違うものっていうのは前回と何か違いはありますか？そうですね、まず今シーズンスタートしてから感じたことですけれども、以前の見てた野島ステラよりもやはり全体のレベルは上がってるなと、選手個々のレベルは上がってるなというふうに思ってます。これは一つウィーの効果といいますか、やはり非常にまあプロになった効果、ウィーという戦いの場を得た効果というところで、やはり非常に意識が高く、そして非常に厳しいプレーをやっぱりしていくなというのはまず第一の感想です。で、まあその中で変わったというのは、そもそもが自分自身がやっぱり変わったというところで、年をやや取りまして優しくなったというか丸くなったというか、選手にとってはありがたい話だとは思うんですけれども、あまり追い込まなくなったなというふうに思っております。まあ、あとは本当に何だろう、やっぱり何をどのような気持ちでやるかっていうのは僕はやっぱり今すごく大事だと思ってるんで、明確に何をするんだっていう、やるべきことは何っていうところを伝えて、でそれをいかに気持ちよくご機嫌な気持ちでやっぱり取り組めるかというところを意識してみんなにはやってもらっております。はい、ありがとうございます。丸くなったという意味では、その指導方法が何か変わるということはあるんですか？はい、まあメソッドとしては多くは変わってはいないと思います。ただ自分の一番大事にしているところを言えば、やはり僕にとって選手が怪我をしないという、これは指導者としてまず 原点というか土台だと思ってるんで、そこをそのためにやっぱり厳しくやらなきゃいけないところと、やっぱり状況を見てやっぱりその辺のさじ加減ではないですけれども、やっていくというところで、ちょっと塩よりも砂糖が多くなっちゃったのかなっていう、はい、そんな今日この頃だと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？挙手でお願いいたします。よろしくお願いいたします。ウィーラブ女子サッカーマガジンの石井和弘でございます。よろしくお願いいたします。チームが始動しまして、まあ、これからはトレーニングマッチというところにもなってきましたけれども、ここまで そのチーム作りというところでは菅野監督今どんな感じなのか、まあ、途中の経過をお知らせいただきたいのと、まあ、予想と一致しているのか、それとも予想よりも上回っているところがあるのかなど、ちょっと教えていただければと思います。はい、まあ、キャンプもやらせて、いただきまして、だいぶ上がってきたとは思います。ただやっと今の菅野正明の描いてるところをやっとこう何て言うんだろう、理解ちょっとできてきたかなというところで、まだ咀嚼までは行ってない段階かなと思ってます。まあで、キャンプでもミーティングをしたりして、理解はしてくれてるんで、今度はそれをやっぱり実際にのピッチの上で表せられるようになる。だからまあ今シーズンのベストを見たら多分 50% か60% いかないぐらいかなというのが感触です。はい、あと何でしたっけ？予想通りなのか上回ってるところなんかありますか？先ほども言いましたけれども、そういう意識、選手としての意識とか、ハードなプレーというところはやはり高くなったというふうには認識してますけれども、ただ正直言ってそのフィジカル面で
本当に何だろう、その選手個々の持ってる力っていうのが思ったより上がってないなと。だから体っていうのは正直なんで、やっぱりここ数年のやっぱりそこの体力的なというか総力的な部分であまり手がついてなかったのかなと。ですから正直言って自分が求めてるフィジカル面の、まあ、正直言って負荷的には自分も今 60% かそのぐらいしか要求してないです。 100% 要求したら多分潰れてしまうという段階なんで、ただやっぱりプロとしてやるからにはやっぱりそこの部分は体が当然資本ですし、ケアとかあるいはそういうことも含めてしっかり上げていかないと。でなぜやっぱり怪我が多いかと、ウィーリーグそのものあるいは、野島ステラも昨シーズンから、今に至ってもまだ復帰できてない選手が何人かいるんですけれども、やはり、普段のトレーニングの負荷と実際のゲームで戦うってなったらやっぱりかなり高い負荷出すわけですよね。だから普段やってないことを試合でやるから怪我につながってしまう。だからその辺の練習で試合で戦うだけの負荷をやっぱりやっていかなかったら僕はダメだと思ってるんで、だからそういう意味ではまだまだ段階的なところかなというふうに思ってます。ありがとうございます。開幕楽しみいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれにて質疑応答を終了させていただき、ユニフォーム発表への準備へと移ります。オンラインからご参加いただいた馬場代表、そしてご登壇いただきました菅野監督、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました。これより今季着用するユニフォームを発表いたします。選手たちが新ユニフォームを着用した姿でこれから登壇いたします。久野吹雪選手、杉田亜美選手、松原有沙選手、池尻渚選手、ご登壇ください。皆さん拍手でお迎えください。まず久野選手が着用しているのはゴールキーパーファーストユニフォーム。続いて杉田選手が着用しているのがフィールドプレイヤーファーストユニフォーム。松原選手が着用しているのがフィールドプレイヤーセカンドユニフォーム。池尻選手が着用しているのはゴールキーパーセカンドユニフォームです。それではここで写真撮影のお時間を設けます。選手の皆様は右手でガッツポーズをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もしこちらの目線の方にというメディアの方、目線をお願いしてほしいということがありましたら手を挙げていただけると助かります。はい、ではまず手前でよろしくお願いいたします。メディアの方よろしくお願いいたします。はい、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、今期のユニフォームのデザインコンセプトをご説明いたします。まずデザインコンセプトはライトニングスピード&パワー、ステラの星、勝利の星、そして X ガール定番モチーフの星、これら3つを掛け合わせた星柄を大胆に配置し、輝きを象徴したデザインとなっております。こちらですね。そして選手が圧倒的な速さ、走力と力強さ、フィジカルでピッチの上を躍動する姿から稲妻を連想し、それらをですね、ユニフォームのこの斜めに走らせることで選手の皆さんのこの躍動感とスピード感があふれる、そんな動きを表現しています。そして脇の部分をご注目ください。杉田選手の脇の部分ですかね。はい、こちらですね。こちらなんですが、
野島レッドと野島ブルーの境目に白い線が入っております。でこちら初代のユニフォームを連想させるそんなデザインとなっています。ね、なんだか懐かしいよという声も、ね、聞かれますね。ああというふうに皆さんにおっしゃっていただいています。さあ続いてですね、テクノロジーと素材についてご説明いたします。まずボディの部分なんですけれども、ウエストの部分をシェイプし、より力強いパフォーマンスを実現するシルエットを実現いたしました。そして襟元なんですが、 V ネックのリブ、袖の下とこの脇の切り替え部分に伸びのいいポリウレタン入りのメッシュ生地を使用していまして、吸水速乾を兼ね揃えた素材なんですね。通気性と伸縮性を確保しています。そして袖口にですね、ポリエステル 100% の別布のメッシュ生地を使用していまして、少しですね、重ね着風のデザインとなっていておしゃれなんですよね。はい、では選手の皆さんは後ろを見てください。ありがとうございます。今シーズンですね、初めてユニフォームにネームを入れました。で選手の皆さんにアンケートを取りまして、希望のネームを入れていますので、皆さんぜひぜひ確認してみてください。ちょっと見てみましょうか。素敵ですね。あ、鈴木というふうに書いてあるんですね。下の名前もね、可愛らしい、いいですね。皆さんそれぞれのユニフォームのネームにもぜひご注目ください。それでは前を向いていただきます。ぜひぜひお一人ずつですね、ユニフォームを着用した感想を伺えればと思います。ではまず久野選手からお願いします。はい、今年も目立つなと派手だなと思いました。でも去年よりもなんか一回り大きく見えるかなって思って、うんうん、まあ、ピッチで戦う相手に大きく見せられたらなと思ってます。これゴールキーパーにとっては大事ですよね、大きく見えるということは。大事です。かっこいいデザイン決まってます。ありがとうございます。さあ続いて杉田選手はいかがですか。はい、とても力強そうな感じがあるので、うん、そういうのをプレーで出していきたいなと思います。まさに杉田選手のプレー同様、力強いデザインとなっていますね。さあそして続いてはセカンドユニフォームですが、松原選手いかがですか。はい、本当にステラの星がたくさん描かれていて、すごい背負うものもたくさんあるなというふうに感じています。そうですよね、今シーズンキャプテンも背負う、ね、ものがありますから、はいはい、このユニフォームを、ね、身にまとって躍動していただければと思います。それでは最後に池尻選手いかがですか。昨シーズンと違って名前が入っていて、とても素晴らしいなって思います、うん、はい、池尻選手ぜひ後ろの方向いていただいても、また設定いいですね。あ、ナーギーと入ってるんですか。はい、あ、いいですね、可愛らしいですね。ありがとうございます。さあ続きましてですね、2022-23 シーズンを共に戦っていただくユニフォームスポンサー様のご紹介をいたします。株式会社テレビ神奈川、ニフティ株式会社、株式会社エポスカード、エレコム株式会社、以上の4社にユニフォームスポンサーとして今シーズンもご支援いただいております。今シーズンも野島ステラ神奈川相模原をどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後に久野選手と池尻選手から今シーズンの意気込みをよろしくお願いいたします。はい、チームとしてはリーグ5位以内を目指して頑張りたいと思っています。個人としては、昨シーズンの MVP がアイナックの山下選手とゴールキーパーだったので、やっぱゴールキーパーというポジションの重要性がやっぱりサッカー界でも何だろう、取り上げられているというか、まあ大事になってきていると思うので、自分のできることを一つでも多く増やして、やっぱチームのゴールを守れるようにしていきたいと思っています。ありがとうございます。とても力強い言葉いただきました。では池尻選手いかがでしょうか。はい、この素晴らしいユニフォームのように、輝けるように頑張ります。そして、ファンサポーターの方々とたくさん一緒に喜べるようにしたいです。ありがとうございます。ご登壇いただきました久野選手、杉田選手、松原選手、池尻選手、本当にありがとうございました。
さあこの後ですね、杉田選手、松原選手には第3部にもご登壇いただきます。ご登壇ください。では開始まで今しばらくお待ちください。でこちらのユニフォームの販売スケジュールなんですが、後日詳細を野島ステラ神奈川相模原のホームページにて掲載いたしますので、気になるよという方はぜひぜひチェックしていただければと思います。それでは第3部開始まで今しばらくお待ちください。皆様お待たせいたしました。これより第3部のスタートです。先ほど菅野監督より発表がありました2人のキャプテンに登場していただきます。松原ありさ選手、杉田亜美選手、ご登壇よろしくお願いします。それではご着席ください。ちょっと反対でしたね、はい。それではお一人ずつですね、就任の挨拶および意気込みを伺いたいと思います。松原選手からお願いします。はい、昨シーズンに引き続き今シーズンもキャプテンを務めさせていただきます、背番号6番松原ありさです。昨シーズンは個人的に怪我が多く、なかなかピッチ上でチームを引っ張ることができなかったり、チームとしてもなかなか結果が出ず、とても悔しい思いをしました。今シーズンは杉田選手をはじめ、副キャプテンの大賀選手、松本選手とともにポジティブな声かけでチームをピッチ上で引っ張るとともに、チームとしてもしっかり結果を残せるように頑張っていきたいと思っています。ご声援のほどよろしくお願いします。では続きまして杉田選手、よろしくお願いします。はい、今シーズンキャプテンを務めさせていただくことになりました、背番号10番の杉田亜美です。2シーズン目ということで、昨シーズンの悔しさももちろんあるので、しっかり今シーズンは、チームとして5位以上というのを目指しながらも、今年ダブルキャプテンということで、松原選手とともにいい雰囲気でチーム作りできるようにしていきたいなと思います。そして自分自身はちょっと年齢の方ももう上の方になってきているので、しっかり、チームメイトを鼓舞しながら自分自身も結果をしっかり出せるようにやっていきたいなと思います。今シーズン ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。お二人のコンビネーション楽しみにしている方も大勢いらっしゃると思います。それでは続きまして、メディアの質疑応答に移ります。先ほどと同様ですね、ご質問のあるメディアの方は手を挙げていただいて、お名前媒体名をおっしゃっていただき、ご質問をお願いいたします。では質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではよろしくお願いします。ウィーラブ女子サッカーマガジン C でございます。よろしくお願いいたします。それぞれにご質問と最後にお二人同じ質問したいと思います。まず、杉田選手なんですけども、はい、先日代表の方も復帰されて E1 での優勝おめでとうございます。ご貢献されたということで、代表でのご経験なんかをこのチームにこう何か還元するとか伝えるとか、そういったところって何かありますか。プレー強度の部分で、もちろん、その世界と戦うってなった時にやっぱりプレスの強度っていうのをやっぱり世界との差っていうのをすごく感じることがすごく多いので、そういう部分は国内の試合でもプレー強度っていうのはすごく大事になってくると思うので、そういう部分を、日頃の練習から出していきたいなと思います。ありがとうございます。松原選手に質問です。同じく代表関連なんですけども、こうしてチームメイトが代表で活躍をされたということで刺激もあると思うんですが、松原選手も再び代表へというところの思いとかお考えなんかあれば教えてください。はい、杉田選手が今回 E1 に選ばれて、実際に試合に出て活躍している部分を見てすごい嬉しいとともに、やっぱり自分自身の中ではその場に入れなかった悔しさっていうのももちろんあって、自分もそのやっぱり代表を経験させてもらった上で成長できた部分もありますし、それをチームに還元したいという気持ちもずっと持っていて、ただなかなか昨シーズンは怪我も多く、なかなか自分自身のコンディションも上がってこなかったので、
もちろん代表っていう部分は目指してはいるんですけれども、まずは自分のコンディションを上げてチームで結果を残すことが一番だと今は思っているの で、まあそれができればまた呼んでもらえる機会もあるのかなっていうふうには思っているので、今は代表を目指しているっていうのもありますけど、一番に考えているのはチームの中でいかに自分がキャプテンとしてもそうですし、引っ張っていったり自分の良さを出していけるかっていう部分が大事なのかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。お二人に質問なんですけども、ダブルキャプテンということで何か役割分けとかあるんですか？今のところ特にまだ松がもう引っ張ってもらって、自分はもういやいや声出ししておきますでも本当に多分2人のキャプテンになって、自分は去年1人でキャプテンやらせてもらってた部分もあって、かなりのプレッシャーがあったんですけど、今シーズンはダブルキャプテンということで、自分1人だけじゃなくて杉田選手と一緒にチームを作れるっていうところは嬉しいですし、本当に多分それぞれ良さもあると思うので、その2人の良さを前面に出していけたらいいなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。お二人の引っ張るチーム楽しみにしてます。ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？はい、ではよろしくお願いいたします。地元の相模原でタウンニュースという紙面を発行しております梅原と申します。よろしくお願いいたします。お二人にお伺いします。先ほど菅野監督が以前に比べるとすごく優しくなったっていうふうにご自身でおっしゃってたんですけれども、新しく監督を迎えて今実際どんな感じですか？すごい目線を感じてるんですけど、でも変わらずたくさん走ってますし、その練習の強度もすごい高くなってますし、でも本当にそれはすごい大事なことだとは思うので、その実際本当に試合になった時に同じようなというか練習よりも厳しい強度になると思うので、実際試合はそういう強度を練習からやっていくっていうのはすごい大事な部分だとは思ってます。はい、全部言ってくれた私は今シーズン菅野さんが来てちょっとこんなに走るのかというのが正直な感想なんですけれども、もうちょっと優しくなってもらいたいなとは思います。ありがとうございます。ありがとうございます。菅野監督がもうちらちらこちらをね、覗いていらっしゃいましたけれどもね。では他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。相模原町田経済新聞の宮本と申します。よろしくお願いします。杉田選手にお伺いしたいのですが、先ほど今季の順位の目標として5位というふうに発言されました。先ほど久野選手も5位とおっしゃってましたが、馬場代表からも菅野監督からも具体的なその順位の目標が発言がなかったんですけど、この5位というのはどんなふうにこう決まったのか教えていただけますでしょうか？昨シーズンが10位ということ で、その引き分けの試合がとても多くて、その試合を勝ちにできていたらその5位ぐらいの位置にはいけたんじゃないかなっていうのは、現実的な順位で見えているものなので、まずはそこを目指していって、それ以上もっといけるように今シーズン頑張っていきたいなという目標です。それはこの久野選手もそういうふうな5位といったのはたまたまみんなで選手で話し合って5位に行こうって話ですか？はい、チームとして5位以上を目指そうというふうに言っています。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。では私からもぜひ伺いたいんですけれども、今シーズン松原選手はこの連続してキャプテンをやられるということで、何かこのキャプテンとしてこの成長が見せられたらいいなという思いはございますか？はい、先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、やっぱり昨シーズンは怪我で、試合の数もなかなか少なかったので、私自身やっぱり、ピッチ上で、
まあ、チームを引っ張りたいっていう気持ちは昨シーズンよりも強く持ってますし、まあ、それだけでなく、まあ、個人的にも、まあ、キャプテンとしてだけでなく一選手としてもっとチームに貢献できるようにしていきたいというふうには思っています。どうでしょうか、杉田選手の存在というのはどのように感じていらっしゃいますか？いや本当に、まあ、昨シーズンから、まあ、一緒にプレーさせていただいているんですけど、すごい、まあ、入ってきた時からすごいコミュニケーションをいろんな台の選手と取ってくれているので、なんかすごい、まあ、ベテラン選手なんですけど、まあ、ベテランと感じさせないようなコミュニケーション能力の高さというか、うん、すごい話しやすいので、はい、はい、大きい存在です。そうですよね、本当にもう杉田選手の溶け込む力というのは本当に高いなと、ね、去年私も感じたんですが、杉田選手はこの松原選手の存在どのようにご覧になってますか？まあ、昨シーズンからキャプテン、昨シーズンもキャプテンを、まあ、していて、まあ、やっぱりあの、まあ、優しい雰囲気もありつつ、まあ、試合ではやっぱ力強さもあって、まあ、そういう部分がすごくあの出てるなっていうのはすごく感じてて、まあ、今シーズン一緒にできるということで、あの松原選手のサポートもしつつ、まあ、自分自身もあのチームを支えられるようにやっていきたいなと思います。ありがとうございます。では最後にですね、お二人からですね、それぞれ今日もサポーターの方いらっしゃると思うのでメッセージなどあればお願いしたいと思いますが、まず松原選手からお願いします。はい、まあ、Weリーグ2年目ということで、昨シーズンは本当になかなか結果が出ず皆さんと一緒に喜ぶ機会が少なかったんですけれども、今シーズンは菅野監督のもと本当にまた去年とは違ったスタイルのサッカーにもなっていくと思うので、それを見てもらうとともに本当に皆さんと一試合でも多く喜びを分かち合えるようにチーム全員で頑張っていきますので、今シーズンもご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。では杉田選手お願いいたします。はい、いつも本当に熱い応援をしていただいて本当にありがとうございます。やっぱりその応援っていうのが自分たちの力になっていますし、もっともっと自分たちも応援していただけるように頑張っていきたいなと思いますので、今後とも熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ2人のキャプテンに皆さん注目して、そして応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。それではこれにて質疑応答を終了とさせていただき、続いては新加入選手の紹介に移ります。ご登壇いただきました松原選手、杉田選手、ありがとうございました。それでは大変長らくお待たせいたしました、ここからは新加入選手をご紹介いたします。まずは今季復帰加入した4人の選手にご登壇いただきます。エアステ FC ケルンより復帰、平野優香選手。ジェフユナイテッド市原千葉レディースから復帰、南野有沙選手。前田仙台レディースより加入、濱田遥香選手。静岡 SSU ボニータより加入、藤原加奈選手。それでは皆様ご着席ください。同窓会のような雰囲気も、ね、少し漂っておりますけれども、では初めに一人ずつですね、自己紹介および意気込みをお願いいたします。では平野選手からお願いします。はい、Guten Tag, ich bin Yuka Hirano. Ich komme aus Köln, Deutschland. Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich werde es geben. と、まあ、ドイツ3年半でここまでドイツ語が話せるようになりました、ドイツのケルンから戻ってきました、背番号2番平野優香です。
日本でプロとしてできることをとても嬉しく思いますし、またステラに戻ってくることができてとても嬉しいです。3年半ぶりに日本に帰ってきましたが、また皆さんの前でプレーできることをとても楽しみにしています。今シーズンよろしくお願いします。平野選手、すいません、最初なんていうふうにおっしゃったんですか？私の名前は平野優香です。ドイツのケルンから来ました。またここに戻ってくることができてとても嬉しいです。すべてをチームのために捧げます。ああ素晴らしい。いやもう堪能なドイツ語を披露していただきました。では続いて南野選手お願いします。はい、ちょっとこの後ね、この後ちょっと空気感が辛いですけどね。ジェフユナイテッド市原千葉レディスから加入しました、背番号9番フォワードの南野有沙です。また野島ステラの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。ステラの勝利のために自分ができることを全力でやっていきたいと思いますし、少しでも成長した姿をお見せできるように頑張りますので、今シーズンよろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて浜田選手お願いします。マイナビ仙台レディスから来ました、背番号23番フォワードの浜田遥です。受け入れてくださった野島ステラに結果で恩返しできるように頑張りたいと思っています。よろしくお願いします。大丈夫ですか？浜田選手ちょっと緊張されてました？大丈夫ですか？いつもこんな感じです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に藤原選手よろしくお願いします。はい、静岡 SSU ボニータから加入します、背番号27番藤原かなです。ポジションはミッドフィルダーです。素晴らしい野島ステラというチームに加入できてとても嬉しく思います。試合に出れるように日々全力で努力して成長してピッチに立てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上4名の新加入選手を加え 2022-23 シーズンを戦ってまいります。それでは続きましてメディアの質疑応答に移ります。先ほどと同様、ご質問のあるメディアの方は挙手の上お名前と媒体名をおっしゃっていただき、質問をお願いいたします。それではいかがでしょうか。ではまずお願いいたします。地元の相模原でタウンニュースという新聞を発行しております梅原と申します。皆さんにお伺いします。チームに新しく加入されるということで、ご自身が参加するとどんなふうにチームが変わるかっていうところを、ご自身を調味料に例えて、表していただいてもよろしいでしょうか。お願いします。すごい質問が飛びましたけれども、これはあれですね、挙手制で先に行った方がいいかもしれないですね。では平野選手からお願いしていいですか。ちょっと待ってください、ね、調味料ですか。味が変わるってことですよね。あ、じゃあなんかなんだろう、いろいろありますよね。塩コショウとかスパイスとか、うん、まあ、スパイスとしてスパイスで、やっぱその海外で3年半やってきて、そこで得たものとか、その向こうでやってきたことをこのチームに少しでも還元できるようにしっかりとやっていきます。素晴らしい、ありがとうございます。さあ続いてでは南野選手いきましょうか。唐辛子とか。その心は、まあ、熱く戦いたいなと思います。素晴らしい。さあ浜田選手いかがでしょうか。いけますか浜田選手。調味料自体あんまり分かんないんで。そうですよね、そうですよね。じゃあ一番好きな調味料で。ぜひお願いいたします。塩で。
特に理由はありませんちょっとねこう味を引き締めるそんな、ね、存在があるかもしれないですね。ありがとうございます。ではすいません、順番的に藤原選手最後よろしくお願いいたします。やめてくれ小さな声で醤油で、あ、なるほど、うわ、ですね、何でしたっけ、理由、ご自身が加わると、加わるとどんな部分に、まあ、醤油はいろんな料理に使えるじゃないですか、どんなサッカーでも適応できるっていう感じです。ありがとうございます。いや本当にまさにありがとうございます。まさに適応力の高さをですね拝見することができました。さあでは続いてご質問いかがでしょうか。挙手にてお願いいたします。よろしくお願いします。相模原町田経済新聞の宮本と申します。平野選手に質問させていただきます。ケルンでプレーをしていて、特に自分で成長したところ、特にプレーだけでなくてこう精神的な部分とか、そういうところになんか変わって大きく成長したなということがあれば、それを教えていただけますでしょうか。はい、まず、まあ、プレー以外で成長した部分としては、まあ、向こうで本当にいろんな人たちと関わることによってコミュニケーション能力がすごい上がってオープンになったなとすごい自分でも感じます。でプレー面では向こうでやっぱ日本人選手で海外の中でやっていく上で、まあ、自分のストロングをいかに出すかすごい考えてサッカーを3年半ずっとやってきて、で自分を生かすためにもやっぱり味方も生かさないといけないので、そのサッカーを考える力、自分がどこにポジショニングするかとか、そういった力がすごい養ったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあその他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いいたします。ウィーラブ女子サッカーマガジン石井と申します。よろしくお願いいたします。復帰された南野選手と平野選手に質問でございます。まあ、以前にプレーされたことの、まあ、記憶もある方が結構ファンの方多いと思うんですけども、私以前と違ってここが変わったからここを見てほしいとか、このあたりもしかすると今まで通りだから変わらないところを見てほしいところか、まあ、そんな注目のポイントをご自身で挙げていただけますでしょうか。平野選手からお願いします。はい、やっぱ繰り返しにもなりますが、本当に球際、ドイツでやっぱやってきたので、その球際の部分だとか、そのスピード感といった部分を今まで以上に、まあ、磨いてきたし、トレーニングもしてきたので、そこの部分に注目していただければと思います。ありがとうございます。南野選手いかがですか。はい、ジェフさんではフォワードだけじゃなくて1個下だったりサイドだったりって複数のポジションをやらせていただいたので、そういった意味では以前よりも違ったプレーが見れるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。どんな部分が見られますか。ポストプレーだけじゃなくて一個落ちてゲームを作ったりだとか、そういうところを出していきたいなと思います。どうもありがとうございます。楽しみにしております。ありがとうございます。では他にもご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。テレビ神奈川の斎本と申します。浜田選手と藤原選手にお伺いします。新加入ということで、野島ステラというチーム、改めてどんな印象ですか。はい、すごいみんなが優しくて、はい、優しいチームだなと思いました具体的にどんなところが優しいと感じられましたか。なんだろう、新しく入ってきた私に話しかけてくれたり
まあ、素直な子が多いですし、まあ、年上の方は本当に話しやすくていろんなことを教えてくださいますし、まあ、スタッフの方も話しやすいですし、本当にチーム全体として優しいチームだなと思います。ありがとうございます。藤原選手いかがでしょうか。そうですね、濱田選手が言ったように、まあ、コミュニケーションがすごい、入った時にコミュニケーションを取ってくれる選手が多かったのですぐ馴染めたなっていうのはありますし、サッカープレー中でうまくいかなかったこととかすぐ要求してくれたりとか、そういう部分もすごい助かってます。お二人にぜひ伺いたいんですけれども、その野島ステラに加入する前はその野島ステラにどういうイメージをお持ちでしたか。濱田選手からどうでしたか。優しそうだなって思ってました。あ、もう前から思ってたんですね。なるほど、イメージ通り、はい、どうですか、サッカーの面ではどんなサッカーをするなって印象ありましたか。みんなで本当に最後まで頑張って走って、本当チームで戦ってるっていうイメージはありました。実際中に入ってみていかがですか。その通りでした。まさにも期待を裏切らないその通りの走ってますね今も。ありがとうございます。藤原選手は入る前のイメージいかがでしたか。こんなサッカーなのかなとか、こんな選手がいるなとか、そういったイメージありました。あんまりもともと知り合いなかったんで特にないです、ね。実際今練習どうですか。結構ガツガツやってますが。あ、きついです。あ、そうなんです。何がきついですか。走りがとてもきついです。もうこれはもう菅野さんの方向を見ていましたね、ズバリビシバシと鍛えていただいてますけれどもね、はい、どうでしょうか。平野選手伺いたいのが、ドイツとのこのサッカーの違いってどうですか。ドイツのサッカーってどうなんですか。ドイツは、まあ、最初のイメージはやっぱり、まあ、フィジカルで縦に速いサッカーっていうイメージがあったんですけど、まあ、それももちろんあったんですけど、それだけじゃなくてしっかりとつなぐところはしっかりつないで、細かいパスとかもあったので、今すごい馴染むことが意外とできました。そうなんですね。そして久しぶりのこの加野監督の下でやるというのはいかがですか。すごい本当に楽しみですし、またなんかそのドイツと日本での違いをその Wii のトップでできること、自分自身がどう感じるのかもすごい楽しみにしています、うん、本当に期待しています。ありがとうございます。そして南野選手は本当に野島ステラの、ね、歴もとても長くて久しぶりに戻ってくると思いますけれども、この改めてこの野島ステラで戦えるということっていうのはいかがですか。はい、1年半チームを離れて分かることっていうのはすごく感じましたし、やっぱりステラに帰ってこれて、こうやってステラのために自分自身ができることをしっかりやっていかなきゃいけないなっていう自覚をしっかり持ってやっていきたいなと思ってます、うん、どうですか、菅野監督と一緒に久しぶりに戦うのはいかがですか。とても楽しみですし、まあ、練習はきついですけど、しっかり引っ張っていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。素晴らしい、引っ張っていきたいと思いますという言葉が南野選手から伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。これにて質疑応答を終了とさせていただきます。さあ今日ですね、本日受付にてサポーターの皆様から質問を変えて寄せていただきました。でこちらの質問に皆さんぜひぜひ答えていただければと思います。まずこちらの質問です。ズバリクラブ入団の決め手は何ですか。移籍の決め手などあれば教えてくださいとのことですが、入団の決め手いかがでしょうか。まあ、入団の決め手としては、まあ、いろんな各国の代表選手とかとプレーしてきて、本当にその人たちが国を誇りに思ってプレーしている姿を見てきて、で自分自身もこの WE リーグがプロリーグとして日本でしかもできるということがとても本当に貴重なことだなと思って、今回このように日本に戻ってくる決断をしました、はい、ありがとうございます。どうでしょう、南野選手はいかがですか。はい、菅野さんが帰ってくるということで、菅野さんとともに
またこの自分の大好きなチームであるノジマステラというチームで共に戦えるということが決め手となりました。いや、ステラの愛が伝わってきました。浜田選手はいかがですか。入団の決め手を教えてください。はい、チームみんなで頑張るサッカーをしているイメージがあったのと、菅野さんが戻ってくるということで、私もマリーゼで菅野さんと同じチームだったんですけど、震災で一緒のチームでプレーすることができなかったので、もう一度やりたいと思って野島に来ました。ありがとうございます。再びということですね。それでは藤原選手はいかがでしょうか。はい、私はもっと、静岡 SS ボニータなでしこ2部リーグでプレーしてまして、誰にでもあるチャンスじゃないっていうのは思っていて、このチャンスを自分で掴んで B の舞台で立つ、舞台に立つっていうのが決めてでした、うん。はい、ありがとうございます。ではどんどん次々と質問いきたいと思います。こちらの質問、シンプルですが趣味は何ですか。意外とわからないです。知らないですね。平野選手、趣味ありますか。最近買ったけん玉です。けん玉ちょっとトリックとかできるようになったらインスタ上げるのでぜひ見てください。ぜひぜひ成長の過程も見守っていただければと思います。南野選手、趣味ありますか。趣味はそうですね、まあ、愛犬のきなこと、うん、一緒にいるので、きなことどっかカフェとか開拓していきたいなと思います、うんうんうん。いいですね。こうドッグランとかドッグカフェとか、そういうのもね、探索していただければと思います。浜田選手は趣味ありますか。趣味はないんですけど、いつも練習行くときにひまわりがたくさん咲いてて、その首の角度を見ることです。結構マニアックですね。あるんですか、なんかこう首の角度でなんか気になるところとかあるんですか。いや、みんな同じ首の角度をしてるんで今日は元気かなと思ってなるほど、それがね、ちょっとモチベーションにもなりつつということなんですね。藤原選手は趣味ありますか。私はサンリオのポチャッコが大好きなんですけど、サンリオショップ行ってポチャッコを眺めて癒されてます。ああ、そうなんですね。あの犬のキャラですよね。そうなんですね。ぜひぜひ、じゃあプレゼントをね、選ぶときはポチャコがいいかもしれないですね。ありがとうございます。続いてのご質問です。自分がもしサッカー選手でなかったら何の選手になりたかったですか。これでもスポーツ、文化、何でも OK です。サッカー選手じゃなかったら何になりたかったですかという質問ですが、どうでしょう平野選手。何に、まあ、選手じゃないですけどバックパッカーとかやってみたいです。バックパッカー、その心は。その心は、うん、なんか本当にいろんなところを見てみたいし、うんうん、いろんな文化にやっぱり触れてみたいので、うん、本当にリュック一個持ってあちこち歩き回りたいなって思います。いや、でも本当にドイツの経験というのがね、結構生きてるのかもしれないですね。どうでしょう、南野選手は何かなりたい選手、その他にもありますか。サッカーをやってなかったら専業主婦になり子供を産んで、はい、専業主婦で暮らしていきたいです。なるほど、いいですね。今がね、結構アクティブな活動をしてるから、はい、いいですね。ではどうでしょうか、浜田選手はいかがですか。掃除が好きなんで、うん、ダスキンで働いてみたいですものすごく具体的に名前いただいていて、掃除そんなにお好きなんですか。はい、潔癖とか言われるタイプですか。ペッキないと思ってます。あ、そうなんですね。じゃあちょっとね、あのクラブハウスの清掃とかね、ちょっとお願いしたいぐらいですね。ありがとうございます。では藤原選手はいかがですか。私はちっちゃい子が好きなので保育士とかやりてみたいです。あ、いいですね。あの野島ステラは結構あの普及活動として、この幼稚園とか、ね、保育園とかそういったところに行く活動もありますので、ぜひぜひ参加していただければと思います。さあ、続いてこちらです。落ち込んだ時の気持ちの切り替え方法は何ですかという質問ですが、皆さん何かありますか。落ち込んだ時の切り替え方法、じゃあ
どうでしょう、反対からいきましょうか、藤原選手からいきましょうか。その日はとことん落ち込んで次の日に持っていかないっていうのがまあ一つと、あと駄菓子好きなんで駄菓子を食べる。あら、かわいい。お気に入りの駄菓子はありますか？あの、ふ菓子が好きです。美味しいですよね。 いいですね。こう自分の、ね、こう切り替え方法でちゃんと、ね、知ってるっていうのはいいですよね。では浜田選手は切り替え方法いかがでしょうか？友達と電話で話して、うん、頑張ろうなってなります。いいですね。結構長電話派ですか？サクッと派です。サクッと派、はい、もうサクッと切り替えられるということなんですね。南野選手いかがですか？はい、落ち込んで帰ったらきなこが待ってるんで抱きしめます、うん、なるほど。きなこちゃんかわいい。はい、めちゃめちゃかわいいです。いいですね。あれインスタグラム載ってるんですか、きなこちゃん？はい、ぜひ見てください。ありがとう。フォローもお願いします、はい、ぜひぜひ。あの南野ありさ選手のもう本名で調べれば、ね、出てくるので、ぜひぜひきなこちゃんを目でにフォローしてください。さあどうでしょう、気持ちの切り替え方法、平野選手いかがですか？ここ最近はちょっとあんま落ち込まないようにそのメンタルを持っていくようにしてたりとか、あとはまあ友達とやっぱ電話して、うん、まあ、ストレス発散ではないですけど、うん、まあ、長電話して解決します。なるほど、平野選手は長電話派ということなんですね。なるほど。でもやっぱり海外経験というのはメンタル変わりました、強くなりましたか？いや本当にやっぱこの3年半はまあ、昇格も降格もして、まあ、契約も切られたりと本当にいろんな経験をしてきたので、まあ、自分自身の本当に成長につながったこのドイツの生活だったなとはすごい思います。ありがとうございます。本当にもう一川も二川もこう変わった、生まれ変わった平野選手にご注目していただきたいと思います。さあそれでは続いてで最後の質問となります。ズバリ今期の目標は何ですかという質問です。今期の目標いかがでしょうか？じゃあこちらも藤原選手からいきましょうか。お願いいたします。はい、私はまずは WE リーグの舞台に立つことが一番の目標で、まあ、その中でも攻撃的プレーヤーなので得点に絡んでチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございます。さあ続いて浜田選手いかがでしょうか？チームとして5位以上を目指しているので、そのためにゴールという結果で結果を残せるように、はい、頑張りたいと思います。では南野選手はいかがでしょうか？はい、浜田選手と同様、ゴールという結果でしっかりチームの勝利に貢献できるようにやっていきたいと思います。ありがとうございます。で平野選手の目標を教えてください。本当に見てる人に夢や希望を与えられるようなそんなプレーをしっかりと自分自身が見せれるように、そして多くの人の心に届くようなそんなプレーを見せていきたいと思います。ありがとうございます。もう皆さんから本当に素敵なお言葉を伺いました。そしてですね、サポーターの皆様も本当に素敵な質問ありがとうございました。こちらで皆様からの質疑応答この質問コーナーを終了とさせていただきます。改めましてサポーターの皆様ありがとうございました。では最後にですね、このサポーターの皆様もいらっしゃいますので、皆様からぜひ平野選手からですね、ぜひこの皆様に向けてのメッセージ教えていただければ。あ、藤原選手の先の方がいいですか？大丈夫ですか？藤原選手先にしますか？じゃあ藤原選手からぜひサポーターの皆様に、はい、よろしくお願いいたします。ほぼ初めましてなんですけど、私の名前と顔をしっかり覚えていただいて、試合に出て皆さんと喜べるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。で浜田選手お願いします。今日は遠いところまで来てくださりありがとうございます。皆さんに応援してもらえるような選手になれるように、頑張りたいと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では南野選手お願いします。はい、また自分ステラの一員としてしっかり戦ってチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。では最後にお願いいたします。ただいま本当にコロナ禍でまだ声出し応援とか難しい状況だと思いますが、またあのギオンスタジアムで本当にサポーターの方たちと一体となったステラのサッカーを見せることができるようにことを見せることがちょっと待って最初からただいまからコロナ禍で本当に難しい状況ですが、また一体となってみんなでそのステラらしさを取り戻していければと思います。今シーズン応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では今一度この選手の皆さんに拍手よろしくお願いします。以上をもちまして野島ステラ神奈川相模原 2022-23 シーズン新体制発表会を終了いたします。本日は皆様会場にお越しいただきましてありがとうございました。なおですね、先日発表がありました通り 2022-23 シーズンの B リーグカップの日程が決定いたしました。ホーム相模原ギオンスタジアムでの大切な初戦は8月28日日曜日、今月28日の日曜日夕方6時18時キックオフにてアイナク神戸レオネッサと対戦いたします。でその他のスケジュールにつきましても野島ステラ神奈川相模原のホームページご覧いただければと思います。それでは改めまして皆さん、今シーズンも野島ステラ神奈川相模原をよろしくお願いいたします。一緒に戦いましょう。今日はどうもありがとうございました。あ、50。